水をあげ、いや差はついてるよ。足とりあえずゆっくり歩くよ。次ボジョノイ上げちゃうでしょ。もうローカストがあれば一瞬は止められる。ボジョノイ地変化、いやー強えなー。完璧にこれ土地を作りつつ上げてっていういい流れだね。いいよ。50、60、メガロドンがいらんか。ちょっと待って、50、まあ、落ちんじゃないの。パニッシャーはいらん。守りアイテムはちょっと必要だから、いや難しいな。メガロドンよりもこっちの方が使えると見た。30%の場所払え払え。よし、あとちょっとであそこの新 ET で殺せる殺せる殺せる。アンチエレメントどうする。どっかにアンチエレメント来るか。シャッターで、シャッターで何か壊すのあったか、壊すのあったか。ハイジの、あーローカストだ、ローカストだ、つらい。そうか、そうだよな、ローカストの将軍団取ったんだか。レベル上げてくる、やばい。むしろハリケーンのレベル上げてくれたりしたら嬉しいよ。いや違うな、水のレベル上げるな。これ水3連鎖、いやもうな、水上げるよな、そりゃそうだよな。くっそー、一番落ちないとこ上げてきやがって。でもそこのハリケーンは僕は奪うから、クレアイドルいらない。雑魚ダイス出るなよバカ、クソダイス、クソダイス出るなよな、お前な、本当にどういうこと、どういうこと、どういうこと。そういう風いらない、水の方がいい。くそ、どういうことだよ。やばい、交換させられちゃう。交換されちゃう。交換するな。するな。レベル上げろ。交換するな。よし。よし。シヌイティなのに交換しないアホめ。シヌイティなのに交換しないアホめ。よし、いいダイス出た。よし、これで殺せるでしょう。武器はない。武器はない。こっちも28死なずに終わる。ことを見越していたら死なないから使わなくてもいい。ここを取ることを見越していたら、水じゃなくて、うわあ強い感じ。よし、よくやった。しかしまだタイスコアいいぞ。見越していたらあのウロボロスを風に移動させておいた方がよかった。今度そしたら、サブサイド打ってくのひどいな。そりゃそうだよな。まあそれぐらいはどうでもいい。おーっと掘りぐれなくなってくれた。まあガンジ取ったところなんで別にどうでもいいでしょう。うわーまた風連鎖やるじゃない。でもまあいい勝負には持ち込んだ。よし、いいね、非常にいい、非常にいい。ここ70、ここも落ちるでしょう。ホリグレ捨ててくれた、ホリグレ捨ててくれたから落ちる。落ちるならば ST が高いやつが、風多いんじゃない。風4か、セプター風2個あるからガルダも出せる。いやーこれ捨てるの困るね。これは守りアイテムでしょう。連合ジールが一番いりそうだけどいらないという。いやここイーロに交換したら落ちないんじゃない。風だもんな。そうだよね、ガルーダでもいいな。とするといらないのがわからねえ。これいらないのがわかんねえ。ちょっと待てよ、全部 ST 高めで強い。スティンクボトル、ガルーダいらない。いやあえて言うならこうなるのか。サイクロプスいらないとかありえないな。ダイスによってはここ落ちるんじゃない。落とした方がいいよこれ。70でやつは今掘りぐれ捨てた。20、50、70、倒すとしかし敵破壊時手札に戻ってしまう。手札に戻ってしまうが落とした方がいいでしょこれ。今落とさないと他が上げて、そうだね、仕方ないね。ぐるっ
と回ってあげたいところだが、やつを落とす方が先決と見た。後で捕らえてもまあそれは仕方ない。よし、今落とせるなら今落とすしかない。70出るでしょう。倒した時デューダイ戻るのか、ちょっと辛いな。これだとサイクロプスを捨てたのが逆にアダとなると。よし、落とした。これでまたいい勝負に持ち込んだ。アンチエレメントはガンジーに行くでしょう。まあそれ関係ない、どうせ交換する。よし、で、あーペドリフ引いてきたね。やっぱり今落とすしかなかったんだ、よかった。今度は緑か。森は僕もあげるぞ。ゴフをいっぱい持ってるから森ゴフで勝負になるかもしれない。おお、しかも森に6倍だ、完璧だ。さらにゴフを買いまして、お、買ってあげれば勝負になるんじゃない。これでレベル、ボーナスが、700あればレベル上げられるから、これぐらい持って次ゴールした時に一気に上げれば、あとは、うわー、ひどい。あとボジャノイさえ踏まなければなんとかなるかな。今度はそっちか。あ、でもウサギがいる。ウサギを交換しよう、ウサギを交換しよう。マスファンタ今いらんな。マスファンタはこの場面じゃ関係ない。おせえよ、おせえよ、ダイス。せっかくだから上げておこう。落ちないでしょう。40、30あるし、スティックボトルもある。あと落ちない。5歩で勝負するしかない。ウィークですか。ターンウォール、どこにターンウォールだ、どこにターンウォールだ。自分か。おお、ナイス、それは落ちないね。さて、あとシャッターも怖い。うわー、そこの風として捉えた。ひどい。これはひどいだろう、ちょっと。これはひどいだろう、せっかく落としたのに。もう二度と落とせねえよ、そんな年。これはずるい。これはずるい。おー、置けねえ、ドラゾン置けねえ。よし、助かった。フェニックサムはいらねえ。これだよな、ここのダイスが4歳出なければ。4歳出なければ。よし。水の、ここの水揚げもありだね。木もありだが、アクサス守りきれるのか。これ森のゴフを買ったんだから森を揚げるしかないよね。ガルータプラスクワイタでも70しか出ない。問題はここが落ちないことか。30、90まで出さないと落ちない。これは森に強打。90出ないな。一回逃げるか。いや、ここは行かない、行かないと信じるしかない。開けておけばなんとかなる。700、よし。これ踏んだ時でも5分売ればなんとかなる。よし、超えた。さあ、今ドラゾン、ドラゾンが風に置けないおかげでだいぶ助かった。まあそうだろうな。で、何を引いてくるか。ペトリフ持ってんだよね、やつ。しかも落ちる、落ちる。次移動攻撃してくることもありえるな。これは怖い。いいさ、でも水の連鎖、おお、一応5連鎖になってるんだ。そうか、あるんだね。フックワームいいね、フックワームいいね。もはやスコンクが役に立たないか。いや、役に立つ。60まで出る、60まで出る。じゃなければ落ちない。いや、落とせるか、他でも。50。いやー、フックはもういいな。スコンクがいらないか。2以外頼む。よし、しまった。うわー、これは全員が落ちなくなる。自分も嬉しいが、敵も嬉しい。難しいところだね、これは。とりあえず、あの、ウサギを、おっとっとっと、
ちを邪魔してきたか。でもアイスソウルの方が硬いような気もするぞ。どうだ、レベル上げるか。何もしない。ストーンウォールもいいか、ストーンウォールいいか、あんまり良くないね。あんまり良くない。そんなに嬉しくない。ウサギを回収すればここも落とせるし、ここも落とせる。ダメ、大好きだな。あ、でも、待てよ、森に強打、森に強打。で、やつは今、ペトリフストーンか。あ、無理か。ペトリフストーンだと80は絶対無理だな。ということは、ここでペトリフストーン使わせる。そうだね、それが一番いい手だね。ここで攻撃することによってやつはペトリフストーンを使う。落ちると思うから使う。最近使わないんだよな。でもうわー、そうなんだよな、使わないんだよな、こいつ。なんかルシエンはアイテムを削りに行ってんのに、削れ使ってくれないんだよね。ということは、あの、かなりやばいということです。おお、いいダイス出た。これで下でぐるぐるしてくれれば、その間にゴールできる可能性が。フェイト、あー使えんな。4以外頼むから、4以外。くそやろ、絶対ペトリフ使ってくるでしょ。ここはさすがに絶対ペトリフ使ってくるでしょ。どうするかな、これ。ペトリフ使ってくるでしょ。攻めたら30プラス30で強打90。もともと100か。落ちないから使えてこないな。とすると後々のことを考えると、でウサギを手に入れとくしかない。きついな、ここで踏むかよお前。しかも2倍480。ここは五歩を手放すしかないかな。水五歩いらんな。森だけは取っときたいような気がするが、風も上がりそうだけどね。いや、むしろこの風、ガンジーがいらんか。いや待てよ、ガンジーは最終的な。いや、ガンジーいらんか。仕方ない。この金をどっかにつぎ込めると思えばよしとしよう。よし、こいつが一生帰ってこなければ、その間にアイスボールかやつを殺せる。ヘルブレもいい、クバイター、ヘルブレもいいが、もうさすがにガルーダの強くなるところは見れないかな。スティングボトル自体がいらないような気もするが。おお、来た。ガルーダ置けないと思ったから。うわー、取った。ここレベル3、よし、逆転。うわー、スティング何削ってくるんだこれ。シャッター出てくるなよ、ルシエン。ヘルブレか、強いよな。出てくんなよ。よし、ずっと中にいろ。しかし今あれを持ってるな、バタリングラムを持ってるから守らないと無理なのか。何もしないで、またここ踏むってことありえるかな。これ森の連鎖確保だけでもいいな、これ。もういいじゃん。何もしないで、ここで3連鎖になるから相当上がるでしょ。よし、うわー、ここで 8? 僕に8か。出たー、8マス先はあのあれなんでしょう。汚えなー、やつは。
上げでもなければ8マス先ってもしかすると絶対倒せないところここなんでしょう。あでも1234567 8、クソ野郎だな、クソ野郎だな、絶対倒せない、汚ねえやつ。しかし風の連鎖が取れるならなかなか悪くはないんじゃない、とりあえず金がないから何もせずヒートインプを置いてそっちにはいけない、クソうめえな、いい勝負するじゃねえか、ヒートインプ、いや 40% 減らしてやる、ドレマ、うわドレマにさらに出てくんなよ、出てきたら終わってしまう、出てくんなよ出てくんなよ出てくんな、よしよしよし、ドレマにまだサブサイドがあるのきついな、よしお前金使って無駄金を使ってる、これは嬉しい、いやここもしかするとやっつける可能性があるぞ、どっちから行ってもいいぞ、でもやつバタリングラム使えるんだよな、そうするとこっちが死ぬという嫌なパターン、どっちがいいんだどっちがいいんだ、1234、ここに行ってブックワーム、お、それがいいな、よしこっちから行こう、6、1、2、3、よし金送れ、ブックワームで一番嫌そうな、いやヘルプレでも死ぬんか、20、40、60だからな、ルナストンプ、あこれだこれだ、サブサイドを切ればなんとかなる、これでレベルを上げて終わらせよう、ホーリーグレか、巻物使えるんかな、巻物出てくるやつはマジボンビー、巻物使えない、防具使えない、武器だけ使える、マジボマジボマジボ、クソ強すぎて、どこも強すぎて、マジボどころじゃない、マジボどころじゃないね、マジボは打ってる場合ではないが、でもできれば削りたい、一番可能性があるヤバいやつ、一番可能性があるヤバいやつこいつだな、いやでもデスクラウドが出ることを考えると風に打っておくのがいいか、風はもうそんなにやつの土地はないのか、じゃあここだな、とりあえずあるなら打っとけ、1、1、これ困ったちゃんだね、すげえ、そう風の連鎖にするか、あえて風の連鎖にした方が1、2、3、4、水の連鎖はもはやないに等しいから風の連鎖にしよう、これでまた魔力が増えるでしょう、より8000に近づく方へ進みましょう、ペトリフ、うわアイテム6枚、いいよ非常にいいよ、バックラー、バックラー、スケルプレ使えないからバックラー、クラーでウサギを守れば、きた、これ勝てるでしょう、ウサギバックラー、やつがもし使うとしたら巻物使えない、いや絶対勝てる、よし、問題はバタリングラムを使われた時だけ、バタリングラムを使われて死ぬんでこれで死なないはず、よしカンって弾くでしょう、どうだ、カンで弾くでしょう、狙い通り来た、よーし完璧、ナイスウサギ来た、どうだこれで8000到達すればいいんだけど、まだ届かないか、遠いな、ゴールは遠い、よしよしよし、ルシエンが出てこなければ、出てきてたらもうとっくにルシエンが終わっている、よし、ゆっくり歩け、ゆっくり歩け。オッケーオッケー。よし。で、なんか消費しろ。よし。ペトリフ、
うわー来た、デスクラウド。しかし僕の こいつが死んじゃうからデスクラウド使えねえ。これレベルはどっか上げるか、土地を変化するか、移動か。ブックファームだな、ダメだ。一番いやらしそうなもの、ヘルブレで落ちるのが嫌かな。そんなことはないな。最終的にはブラストンか、ホリブレが嫌だな。やっぱり削っておきましょう。ゴールが遠い、ゴールが遠い、ディジーズ関係ない。ワンドローしちゃうのかな、やつが。ワンドローしてなんか嫌なの引いてこなければいいか。とりあえず出てくんなよ、出てくる。そろそろ出そう。まだ出てこない。よし、いいぞ、よし、いいぞ。勝手に連鎖してろ。よし、そんなとこ行かねえよっていう。うわー、いいカメラマン。デスクラウドいらねえから早く捨てたい。出たー、やな、やなパターン。絶対無理だなこれ。フェイト置くか、仕方ないな。俺もうアイテム本当に多いな。あー、まだ出てこない。よし、どうするか。くそー、このシンク、シンクいらんな。ここは安いからよしとすると、でやるべきはドロー。なんかいいことあるかもしれない。おー、いいドレマ。よし、スクラウドいらん、シンクもまあいらん。よし、ここは 0G、 よかった。さあゴールして5符を打ってレベル上げて終わらせよう。それだ、これが最後の5符面のやり方を見せてあげよう。次2ターンで終わらせるぜ。ちょん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 、シンクがいらんな。まあまあ上げて終われそうだな。400上げれば5符を持っているからいくでしょ。8000、よし、あとはもう帰るだけ。ルシエンがハマってる間に勝てる、勝てる。あのコンボ、あのコンボが来た、嫌だ。ルナストーンコンボ、やつが出てこなくて。フュージョン杖、フュージョン杖が、ルナストーンコンボがあるが、このスティンクボトルさえあれば守りきれる。もう敵を倒す必要はないから。いや、まさかドレマ、ドレマがいらん。やっとになりましたね。出てくんなよ、出てくんなよ。でもスティンクボトルがあればあのコンボは決まらない。出てくんなよ、出てくんなよ。よし、ゆっくり歩け。そして OK、OK。帝国を作ったはいいかな。はっはっは。おっと、どうだ、お前。お前、ルシエンは5符を30枚持ってる。これチャンス、ぶっ払わせるか。ぶっ払わせようかな。フュージョン、フュージョンいらんわ、フュージョンいらんわ。いやー、コラップ、コラップ。よっしゃー、この野郎、今までの恨み晴らせ。よし、あえて何もしなくていいっすよ。完璧にするならば5符を手放してまたレベル上げなんだけど、余計なことするとまたサブサイドとか飛んでくる。よし、酔っ払え。はっ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 は。コラップまで決まった、完璧な完勝。しかし勝った要因はなんとルシエンが転送絵にハマったからという。いやー、でもあのブックワームも良かったし、ウサギも良かったし、いや、ブックの全てが機能したという感じでした。おっとっと、まだ終わらない。何が起こるか分かんないから、よこせ魔力を。よこすか、人格が変わりやがった。出られず、一生出られず、ずっとハイジのターン。はい、あんまりいらないですね。はい、さようなら、クロックアウル。やったー、勝ちました。おおー、あー、やったの、ハイジが本当に勝ったの？私はハイジ様、ルシエン様。
ルシエン、気分はどうですか？はい、大丈夫です。それに、はっきりとわかりますわ。自分の中に居座っていた影が消えたのが。ああ、何年ぶりでしょう。このように晴れなかな気分になったのは。ということは、あの闇の人格は消滅したんですね。やったー！ハイジ、これでやっとルシエン様は元通りよ。ああ、元通りどころか、それ以上です。今回の件でルシエンは強くなりました。真の賢者がここに誕生したと言えるでしょう。改めてよろしく、ルシエン。はい、三賢者の一人としてしっかり役目を果たしていきますわ。王女様の優しさに負けぬよう。そしてハイジ様、私このご恩は決して忘れませんわ。今回はあなたの慈悲深さからたくさんのことを学ばせていただきました。これを機にもっともっと親しくさせていただきたいですわ。女子にモテるね、ハイジ。よろしければどうぞ私のことを姉妹のように思ってくださいね。様々なことを分かち合い、いつまでも共に歩いていきたいのです。あれ、もしかして私、ハイジの親友の座を取られそうになってる？まあそれも良いかもしれませんな。賢いルシエン様の方が気が合いそうですし。冗談じゃないわよ。私が一番の親友だっていうのは変わらないんだから。ルシエン様、私のことも忘れないでくださいね。みんな仲間ってことで。ふふふ、そうですわね。そう言っていただけると心強いですわ。アイジ、ご苦労様でした。これで全ては片付きましたね。あなたのおかげでルシエンは救われました。私からもお礼を言います。未来が見える賢者にもただ一つだけ見えていなかったものがありましたね。それは自分自身の心です。そのことに気づいたルシエンは賢者としてより大きく育ってくれることでしょう。いやー、転送円ハマりがなかったら大変でした。いやー、もうコンボが決まって素晴らしい。ガンジーに、それからルナティックヘア、いやー、よかった、非常によかった。バックラーも機能した。詳細見ましょう。通行料支払い580、あんまり支払ってないね。結構払ったつもりだな。戦闘支援7回やって4回勝った。これがやっぱ勝利の原因ですね。はい、シナリオ大力、おっと、ホワイトフェザーを手に入れました。かっこいい。そうか、ルシエン様の問題は解決したんだな。何よりだ。うん、これもハイジのおかげよ。ルシエン様の笑顔を見て、なんか自分のことみたく嬉しくなっちゃった。えへへ。きっとルシエン殿は先代にも劣らない素晴らしい賢者となっていくでしょうな。今後ここに立ち寄るたびにその成長を見てみるのも良いでしょう。とはいえ闇の人格は消えたので、もう大きな心配はいらないと思いますが、ひとまずはお疲れ様でした。戦いの疲れをじっくり癒してくだされ。というわけで、予言者の神殿編カルドラゴンボール最終話終了です。見ていていただきありがとうございました。次も多分このカルドセプト、他のマップの続きをやると思います。いろいろ他にやりたいゲームもあるんですが、ということで、また